どうも大将です。どうもオカマです。いきなりオカマになってます。オカマでやってます。この間のね、銀賞を当てた、イオンのねウイスキーくじ、ちょっと リベンジというか、ちょっと一等狙いでね、もう一個ね買ってきたんで、ちょっと開封していきます。イエス。前回がね銀賞で、チタとねバランタインファイネスト当てたんですけど、うんうん、今回ね多分金賞来てます。マジっすか。あのこのちょっとひっくり返して、あの背の高さの隙間で分かる理論を発明したんです。あ、言ってましたね。まあ、こすい作戦なんですけど。で、イチローズモルトのね背の高さが僕ねちょっと分からなかったんで、ちょっと友達とかに聞いたら、イチローズモルトのホワイトラベルとティーチャーズのアイランドクリームがね同じぐらいなんですよ。ああ、なるほど。なので一番高い、背が高いのが2つ入ってるやつっていうので、まあちょっと迷惑な話ですけど、ひっくり返していろいろ全部試して1個しかなかったです。多分これだと思う。他と全然違ったんですね。もう1個はね、なんかあの銀賞がチタと、バランタインですね、うんうんうん、でバランタインとチタは両方背が低いんで、うんうん、分かったんで銀賞をこの間当てたんですよ。で銅賞が、グランツと、うんうん、メーカーズマーク。メーカーズマークはちょっと背が低いんで、そうですよね、差があるんで、ひっくり返したらなんとなく分かるよっていう、ゴトゴトってなる感じですね。これね多分ね同じぐらいの高さだったんで。うーん、マジっすか。ちょっとやってみて。こういった方がいいんだね。結構サクッ、この隙間感一緒っすね。ドンという衝撃が、ああまあそっか、わかる、なんかそんな感じ。わかるぞ。はいはいはい、はい、楽しかったかな。そんなに数なかったけど、うんうん、そん中多分これしかなかったんで、あ、まあこれ外れたらもうしょうがないです。そうですね、多分まあ可能性としてもこれしかないっていう状況だったんで、これ買ったんですけど、うん、まあ外れたとしても美味しいウイスキー入ってますから、外れただけ買い取ってくださいね。なんでやねん。ちょっとね開封します。多分ねいけるでしょ。俺は入ってないと思ってますよ。だってゴトゴトってなったもん。いますよ。え、金賞だと何が入ってるんでしたっけ。イチローズモルト、ホワイトラベルと、いいやつですよね、ティーチャーズハイランドクリーム。ーちょっと見ずにいきますよ。うん、いきます。来い来い。え、待って待って。あ、来ました。じゃない、いじゃない。おー、すげー。あ、嘘、すごい。ローズボルト理論当たってんじゃん、ね。来ました。あ、すげえ。来ましたよ。嘘じゃん。これティーチャーでしょ。うん、そうですね。ティーチャーのハイランドクリーム、うわ、ほら奇跡や。来ました、奇跡や。すげえ、マジで。もう俺の理論が当たった。チローズボルトや、初めて見た。これね、それ3回引いたんですよ。まあ、はんはん、ちょっと前に、銀賞で、うんうん、その前が、今年の頭ぐらいね買ったやつが銅賞だったんで、なんとか金銀銅コンプリートしましたね。じゃあせっかくなんで、すげえ、せっかくなんでちょっと飲もうと思います。で、たーちゃんティーチャーズで。なんでやねん。せっかくなんで金賞当たったんでね、イチローズモルト飲んでんす。もったいないけど開封しようと思います。よっしゃ、いきます。ハイボールいきましょうか。一本足で飲もう。はい、せっかくなんでちょっと開けていきます。お、すごいね、コルクやね。お、飲ますね。初めてっすわ俺。こんな感じのコルク製になってます。すごいね、高級感ありますね。色がな、綺麗ですよね。あ、これあれなの、
着色してないんですね、うん、イチローズモルトってね。ちょっと薄く見えるけどね。ね、そうだね。まあ着色 してなくてこの色はね、まあまあ、うん、濃いような気がしますね。ね、これはうまいでしょ。楽しみ。イチローズモルトね、飲んだことないんでね、ちょっと楽しみですね。金賞がね、イチローズモルトとティーチャーズハイランドクリームだったんで、この、ウイスキーくじ自体が3000円だったんですよ。で、イチローズモルトがね3500円で、ティーチャーズが1000円ぐらいなんで、うん、約4500円ぐらい、1.5 倍ぐらい当たりっすね。だいぶお得だったんですよ、うん、じゃあ全然持ってないっすしくった、全然持ってないっすおう、おう。じゃあ、イチローズモルトね、金賞当たったんで、いただきます。いきます。一本足で飲みます。うん。爽やかな香りします。うん、本当に。なんですかね、こう、甘酸っぱい感じの、フルーティーな感じの、うん、爽やか系な味わいで。疲れん感じですね、うん、くどくなくて、うん、うまいですね、これは、うん、ああ、これがイチローズモールとか、なんかリンゴ系とか、うん、ああいう感じですよね。あるっすね、おいしい。で、なんか苦いとかはないですね、ないっすね、後味全然ない、うん、ピートのなんか苦い感とかもないんで、そうですね、うん、なんつすぐ飲めそうな感じの、うん、すっきりした感じで、ね、美味しいですね、これは。ウイスキーって感じで思ってる人も飲みやすいですよね、最初飲んだら。ああ、美味しい、すぐ飲めちゃう。これイチローズモルトってなかなか手に入らないんですよ、普段は。ああ、うまいっす。無視かい、これイチローズモルトなかなか手に入らないです、普段は。このね、ホワイトレベルは普通に今買えますね。あ、そうなんです。まあ、値が張るだけで、うん、これがね、いろんな種類があるんですけど、うんうん、これ以外はね、割とちょっとレア品、はあはあ、で、ネットで売られてるの大体2倍ぐらいの値段で売られてます。あ、そうなんですね。これはまあ割とどこでも最近やっと買えるようになったかなって感じですね。前はこれもなかなか手に入らなかったんで。そうですよね、夢でしたもんね。なのでね、なんかこのウイスキーくじにわざわざこれやらんでもみたいな感じではあるんですけど今年の頭ぐらいはねちょっと珍しくて、うんうん、去年とかはねなかなか手に入らなかったんですけど、今ね、まあ3500円出せば買えるんですけど、うん、今回ね、4500円分ぐらい入ってたんで、まあ、まあ、お得はお得ですよね。そうですよね、まあ、理論もちゃんといけたし、まあ、マイナスはないですよね。そうですね、同商でメーカーズマークとグランツか、うんうん、あれも美味しいですからね、うん、ただもう被る可能性があるじゃないですか、メーカーズマーク持ってる人はね、もう一本出てもなかなかちょっと困るっていうのがあるんで、ですよね、まあ、僕はね、今メーカーズマークとグランツ両方持ってるんで、まあ、できれば被らないやつね、前回銀賞狙ったのと今回イチローズモルトね当たってね、まあまあ良かったですね。また次も取れて、もう一本イチローズモルト欲しいぐらいですね。まあそうですねでも多分なかったんですよ、うん、今日見た限りではね、まあ、その店にあるかどうかもね分からんですもんね、どれぐらいのロットに、まあ 10パックの中に1個とかしか多分入ってないんで、まあ見た感じも最後の1個だったみたいな感じでしたね。なるほどね。せっかくなんでティーチャーズも、あ、そうですね、いきますか、うん、飲んでみましょう。じゃあせっかくなんでティーチャーズもちょっとハイボールで飲んでみます。はーい、あ、いた、よっしゃ先生先生たち。ちょっ
濃いめの方がうまいんじゃないかなと。まあ、でもハイボール濃いめが美味しいですよね。うん、でもちょっと濃くしすぎると苦くなる、うん、あ、そうですね、炭酸も相まってロック寄りになると苦くなるんで、うん、恋愛としてバランスが大事ですからね、ハイボールは。難しいよっじゃあね、ちょっと今日は金賞当たったんで、イチローズモルトとティーチャーズもちょっとハイボールでいただきます。イエス、持ってません。またグローブつけた。足食った。またグローブついてるこいつ。戦わにゃいけんと思った。あ、結構苦い系のスモーキーな、うんうんね、煙の後味がですね、感じきますね、グーッとくるですね、苦い感じですかね、うん、これはこれででも好きっすよ。なんか食中酒はいけるでしょ、うんうん、ビールみたいな感じで。そうですね、確かに全然美味しいですよね。でもね、うん、ティーチャーズも間違えた、先生たちだった。美味しい。あー、うまいですね、これは、ね、食中酒にぴったりですね。全然いいですね。イチローズモルトはね、まあ食後にストレートで一杯とか、うん、そうですね、確かにこれ、まあ、肉系とかに合いそうな感じしますね、うん、ビールとかそうですねの代わりにこうすっきりしますね、うん、苦い感じのスモーキーさが結構出てくるんで、甘みね、あんまないっすね。ないっすね、甘みはゼロっす。スモーキーさのなんか苦みの喉越しがいいタイプのウイスキーですね、うん、キリッとしてますよね。ハイボールの方がやっぱり美味しいっすね。うん、あーでもね、うん、まあうまいっすね、これほぼタダですかね。まあそうっすね、これね、これ3500円でこっちほぼタダなんで、うん、もうタダでねもらえたら嬉しいっすね。確かに、まあ、T シャツ僕持ってたんですけど、まあ食中酒としてはね、いくらでも使えるんで、いい、うん、ハイボールでね、まあ、よかったですね。ね、でも塩辛い作ったステーキとかに合いそうじゃないですか。うん、あると思います。あると思います。じゃああると思います。まあまあこれはこれでね、なんかこうどれがうまいまずいとかはないと思うんですね、うん、その食べるものとかタイミングでね、飲み分けれたら一番いいんじゃないかなみたいな、うん、ウイスキーそんな感じの幅広い飲み物というか、そうですよね、いろんな食べ物で合わせてでいいんじゃないかなと思いますね、うん、先生たち美味しいわ。これで1000円ぐらいだったら安いよね。コスパめっちゃいいですよ。アルコール分40度あるしね、4分の1、4対ウイスキー1で、うん、炭酸4としても10% ですよ、次4倍こんぐらいの、こんぐらいのハイボールができるってことですかね。ストロングより 1% 高い。そんなレベルのお酒で1000円ってめちゃくちゃ安いなと思う。安いですよね、いい香り、良かったですね、うん、美味しかった。今日はね、イオンのウイスキーくじ、金賞狙いでね、もう一回買いに行ってきて一緒に開封したんですけどね、まあなんとなくですけど、高さ、背の高さでね、うん、まあ多分金賞だろうなっていうのはあったんで、ちょっとこれ買って金賞出たんでね、よかったです。でもね、あんまりひっくり返したりするとあの店員さんに怒られるかもしれないんで、あの怒られたらやめてください。はい、今回はもう2人で行ってたんですけど、別に何も言われず、うん、ちょっと白い目で見られてましたけどね。そうですね、でも3個目ぐらいでこれでしたもんね。あ、そうですね、うん、多分これだろうなっていうのはなんとなく早めに気づいてたんで、来たんじゃないみたいになったんですよね。ちょっと避けてましたね。っていう感じでね、今日は金賞出てね、イチローズモルトとティーチャーズハイボールで飲みました。はい、またね、ウイスキーくじ変えたらね、また開けていくんで、また見てください。ではまた次回、バイバイ。バイバイ。いや、グローブなっとる。